久保さん、まあ、今回、誰でも簡単に稼ぐ方法にしましょうか。あ猿でもかん、猿でも稼げる方法にしましょうか。猿でも稼げる方法にしましょうか。一回ですねよし、僕、あの、なんだろうな、叩かれたことがありまして、何を叩かれたかっていうと、猿の一つ覚えで動画を大量にアップしているやつみたいに叩かれたことがあるんですよ。まあ、そりゃそうですよね。その通りです。おっしゃる通りで、猿の一つ覚えで <laughs>。 <laughs> まあそのもも、なんだろうな、反論の余地がなくて、おっしゃる通りですみたいな、た叩かれて、布団を叩かれて、あどうぞ、みたいな、その通りでございますみたいな、動画をね、バカみたいに猿の一つ覚えでね、アップして、なんだこいつみたいなね、おっしゃる通りですみたいな、いや、でも、僕思うんですけど、自由に生きてればそれでいいんじゃないかなと思うんですよね。 まあ4年間借金2000万も返せたし、普通にあの稼いで自由にやってるんで、別にその動画を大量にアップしようが、アップしないが、どっちでもいいんじゃないかなと <laughs>。人それぞれじゃないですか。僕は簡単な方法を取ってるだけですよ。うん。大量にアップしてあるっていう。だから、僕がイメージしてるのは、なんだ、1人から1円もらうってことですね。 イメージはもうイメージはもうこのイメージなんですけど、1億稼ぐ上で1人から1円もらう。1億人から1円もらう。1円もらうことって難しいことでしょうか多分1円をもらうことはそんなに難しいはずではないはずです。で、これを多数単純に数増やせばいいだけなんで、1億、1億です。だからまあ動画本数だったら僕10万本は生かすんですけど、まあ10万本はもう確実に必達でいけます。まあ僕が生きてればね。 じゃあこれじゃあ10万本、1本あたり1円稼いでくれれば月でですよ。もう10万円じゃないですか、これで。めちゃめちゃ小学生でもわかる理論ですよね。多分。10万稼ぐのに1ヶ月あたり1本あたりの収益が1円出てればいいだけですよ。超簡単じゃないですか、こんなの。で、あとはそ,それをぶち抜いてやるかなやらないかですよね。誰でもその小学生でもわかるような数式を はい、やれるかやれないかっていう、僕はやりますよっていう。うん。<laughs> だから本当ね、1億本作ったら、こうやって、ね、久保さんどう思いますあのちゃんとある程度ねあの、分析してどういう動画が当たるのかっていうのを、まあやりながら見て、攻めたりとか、キーワード意識したりとかして、1億本アップしたとするじゃないですか。多分、100万ぐらい稼げるんじゃないですか。1億本ですよ。 久保,さん久保さんのこれ見解聞きたいですね。1億本仮にアップロードしたとするならば、100万円の広告収入って得られると思いませんそのもちろん、なんだ、キーワード全部一緒みたいな、何も変化せず、ただ、A っていう動画を A、ひたすらアップする、タイトル変えずに、それ、そういうのじゃなくて、ちゃんとある程度、そこは考えて、1億回の考え、思考、そして1億回の改善ですよね。で、1億本アップロードするじゃないですか。 これ多分、誰でも本当に 120%100 万円稼げると思います。久保さん、どうですかね ?120%、もう300%広告収入で100万いくと思いますよ。だって1億回改善してるんですよ。<laughs> で、1億本アップしてるわけじゃないですか。これ、100万いきませんで、これ、じゃあ、多分絶対いくと思うんですね。だけど、これが、本数が多分できないだけじゃないですか。単純に。いや、吉谷さん。 確かにいくかもしれないけど、1億本どうやってアップするんですかみたいな。そんなに、あの、おにぎょうじゃないですかみたいな。でもね、はっきり言って、多分あのー、僕は思うんですけど、1億本は、ちょっとまあ、ちょっと、極端な例すぎるんで <laughs>、あれですけど、サラリーマンで8時間、9時間束縛されるよりかは、1日3本、4本取るぐらいの方が、 まあ3本、4本でも多いみたいなみんな感じじゃないですか。うんまあ、そっちで自由に生きられるんだったら僕は8時間、ね、会社で働いてもしくはお金稼ぐ上で残業,し残業代稼いで,で給料上げるっていう生活スタイルよりかはいやだったら3、4本取るよねっていう僕はそっちを選びます。でも多くの人は8時間働くなおかつ残業代で稼ぐみたいな話じゃないですか。 うんだん一生自由になんないんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ本当にまあ誰が考えても、まあ、うん。わかるんじゃないかなと思うんですよね。であとは本当にそのわかりきったことを、もう徹して、徹してできるかどうかが全てじゃないかなと思います。だ僕はもうそこがもう明確化になってるので、ただもうひたすらやるだけですね。 なぜな,らばなぜならば体力は落ちていくんで。だからね、もうこれね、僕本当ね、まあ独立したのが遅かったっていうのもあるんですけど、20代の若い時にこの理論っていうか僕の知識があって、あったらまあ相当やり込んでましたよね、多分ね。もっとやってましたね、多分。この10倍ぐらい20代のうちやってたと思いますね。で、20歳から まあ3年ぐらいもうおにぎょうやってもう圧倒的にぶち抜いてであともう残りの人生もう自由に暮らすみたいなもう3年間おにぎょうして圧倒的にネット上にストックしてって資産作りまくってであともう自由に生きるっていう多分やってましたねうんまあそれはまあ過去にタイムスリップできないのであれですけどうんそう 猿でも分かるんじゃないかなっていうぐらい単純な方程式です。猿でも分かる方程式にしましょうか。猿でも分かる、ちょっとタイトルちょっとパンチ直します。猿でも分かる稼ぎの方程式。猿でも分かる。猿。猿でも稼げる方程式にしよう